こんにちは、マフィンです。2020年もコストコでいろんなパンを買いました。1年間にコストコで購入したパンすべてを一つの動画にまとめてみました。コストコで買ったパン2020年の全記録です。パンの冷凍方法や食べた時の様子はそれぞれ別動画でご覧いただけます。1月は2回コストコへ行きました。まずお正月に買った3種類をご紹介します。ヨーロピアンデニッシュは2種類の甘いデニッシュが3個ずつ、合計6個入り。1種類は爽やかなレモンカスタード入り。もう1種類は洋梨の入ったアーモンドクリーム入り。どちらも甘いけれど、トーストして食べても美味しかったです。パンの冷凍方法などは個別の動画でご覧いただけます。メニセスのチェバタロールは常温保存できるパンです。20個入りで半焼きの状態でパッキングされています。好きな時にオーブンなどで焼いてから食べます。味はとっても素朴。1個のまま焼いてもいいけれど、切ってから焼くとトースターなどでも簡単に焼けます。マフィンはフレンチトーストマフィンとバナナクランブルマフィンを選びました。フレンチトーストマフィンはすごく甘いです。シナモンロールに似た感じの味わいです。バナナクランブルマフィンは定番のバナナマフィンの上に甘いクランブルがトッピングされています。生地は普通のバナナマフィンと同じでバナナピューレが入っています。マフィンの冷凍方法も別動画でご覧いただけます。1月後半には2種類購入しました。ゴーダチーズブレッドはこの時に新発売でした。表面が少しゴツゴツした四角いパン。チーズの香りはしますが、生地の中にチーズは入っていません。フォカッチャに近い素朴な味わいのパンです。そのままカットして軽くトーストして食べると美味しかったです。生地が硬いためスライスしてサンドイッチなどを作るのにはあまり向かないと思いました。ラグジュアリーミニクロワッサンも定番の美味しさですね。コストコのクロワッサン生地は冷凍にも向いています。そのまま食べるとソフトな食感で、焼いて食べるとサクサク食感に変化して美味しくなります。冷凍のコツなども別動画でご紹介していますので、そちらでご覧ください。2月はベーグルと冷凍バゲットを購入しました。ベーグルはシナモンレーズンとハニーウィートを選びました。シナモンレーズンは生地の中にレーズンがたっぷり入っています。ハニーウィートは全粒粉と蜂蜜入りで優しい甘みがあります。クリームチーズを挟んだり、ピーナッツバターやバナナをのせて、いろんな組み合わせでも美味しいし、アボカドとエビのサンドを作っても美味しかったです。ミニセスの冷凍バゲットは初購入。半焼きのバゲットが冷凍で売っています。食べる時に凍ったままオーブンで焼いて食べます。1本が大きめです。オーブンで焼くと外がカリカリっとして中はもちもち。生地がとっても美味しいバゲットでした。冷蔵庫で解凍すると柔らかくなるので切れます。小さく切ればオーブントースターなどでも焼けます。そのまま食べてもサンドにしてもとても美味しかったです。3月は2種類買いました。
オーガニックマルチグレインは有機雑穀入りの食パンです。ひまわりの種や甘煮などつぶつぶ食感が良いアクセント。パンは薄くスライスされています。優しい甘さでとても食べやすい雑穀食パンです。このままでも軽くトーストしてからでも3度も同じように作れました。冷凍方法などは別動画でご覧ください。ディナーロールが安くなっていたので久しぶりにこの時買ってみました。久しぶりに食べてみるとやっぱりディナーロールはシンプルだけどそこが美味しいんだなと改めて思いました。おやつに食べたりサンドを作ったり冷凍しても味があまり変わらないのもポイントですね。冷凍のコツなども別動画でご紹介していますのでそちらでご覧ください。6月はコストコオンラインと店舗の両方でパンを買いました。まずコストコオンラインで買ったメニセスのプチパンです。メニセスのプチパンは2020年から新パッケージに変わりました。コストコオンラインでも買えるようになって嬉しいです。このパンも常温保存できます。食べる時にオーブンで焼きます。焼く前に切り込みを入れておくと食べる時に具を挟みやすいですよ。シンプルな味わいのパンだから焼いてもそのままでも具を挟んでサンドにしてもよく合います。6月店舗では3種類を買いました。アイリッシュスコーンは手作りスコーンのような素朴な美味しさ。定番はディースとくるみ入り、この日はレーズンとくるみでした。見た目はとっても地味、形もバラバラだけどスコーン生地が繊細でとっても美味しいスコーンです。マスカルポーネとジャムの組み合わせも合いました。冷凍にも向いていてコストコでもおすすめのスコーンです。バラエティミニデニッシュは4種類の小さな甘いデニッシュパンが5個ずつ合計20個入り。基本のデニッシュ生地は同じですがトッピングと成形方法が違うため味わいもそれぞれ楽しめました。見た目もとっても可愛いし味は甘いけれどなかなか美味しかったですよ。冷凍にも向きましたのでその方法も別動画でご覧ください。メニセスのマルチグレインバゲットは雑穀入りの小さめのバゲット。このパンも常温保存できるパンです。食べたい時にオーブンなどで焼いてから食べます。雑穀入りですが癖のない味わい、焼いてもそれほど硬くならないので食べやすいパンでした。8月は3種類買いました。メニセスはパニーニとプチパンの両方買いました。パニーニはこの時初購入です。このパンも常温保存できるので食べる時に好きな個数だけ焼くことができます。片面にパニーニの焼き色がついています。中は意外とソフトな柔らかい食感です。メニセスのプチパンより柔らかくてとても食べやすいパンでした。焼くと表面がカリッとして生ハムなどを挟んで食べたらすごく美味しかったです。パニーニとプチパンの違いについては別動画でも比較していますのでそちらでご覧ください。ベーグルはチーズとハニーウィートを選びました。チーズベーグルは焼いて食べると本当に美味しいですね。改めて思いました。9月は3種類買いました。この時が2020年最後のコストコでのお買い物です。パンオショコラサブールは24個入り。並んでる姿が可愛いですよね。そのまま食べるとソフトな食感で、
トーストするとサクサク食感に変化します。中のチョコはそれほど甘くないので意外と食べやすい美味しさです。レーズンウォールナッツスコーンは初購入。1個がとても大きいスコーンです。スタバのスコーンの2倍ぐらいの大きさです。生地はホットケーキミックスで作ったような少しポソポソとした食感の生地です。甘みは結構ありました。生地の中にはレーズンとくるみがたっぷり入っていました。アイリッシュスコーンとはまた違った食感です。このスコーンも素朴な感じで美味しかったですよ。国産ミルクブレッドは新発売でした。材料も国産にこだわっていて牛乳が使用されています。生地がとてもきめ細かく、しっとり絹のような滑らかな食感、柔らかくって優しい甘みがあるパンです。そのまま食べても焼いて食べてもどの食べ方でも美味しかったです。コストコのパンの中でも久しぶりに感動した味わいのパンでした。2020年にコストコで買ったパン全リストはこれで全部です。最後までご視聴ありがとうございました。